宮間市は福岡県南部に位置する市。瀬タ町、高田町、山川町が合併し、2007年1月に発足した。市役所のある旧瀬タ町中心部周辺の空中写真。2008年5月3日撮影の3枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。 福岡県の南部に位置し、北九州市の南約1 0 0トル、福岡市の南約5 0トル、久留米市の南約2 0トルに位置する。一級河川矢部川を挟んで、柳川市、筑後市と矢部川の一部と、市東部の山間部で、矢部市と、熊川や市南東の山間部で、大牟田市と、また、市南東部では、熊本県玉名郡南関町及び名見町とも、隣接する。 地域の多くは、畜子平野に含まれる平地となっており、市の南西部は、有明海に面する。基幹産業は農業である。瀬タカ町東部及び南部から高田町にかけては主に、米作、瀬タカ町北部では、ハウス農業でナスやセロリの栽培が盛んに行われている。 市の東部を南北に貫く九州自動車道の東側及び旧山川町域の大部分は産地となっており、この地域ではみかんを中心とした柑橘類の生産が盛んである。南部の有明海に面する地域では、海苔養殖を含めた漁業も行われている。また、古くは矢部川を水上交通路として利用したり、街道が通るなど、陸上交通の要衝であったために、 世田谷町上昇華町の両地区は古くより市街化し宿場町として栄え現在も酒造が盛んである市内において世田谷町の下昇上町の両地区に市街地が形成されている全体的に旧山和郡内での交流が盛んであるが市西北部は隣接する地区市と高田町南部は大牟田市との結びつきが強い 福岡県熊本県従来の大技の前に合併前の旧町名を冠している。当初は2005年3月22日の発足を目指し、2004年6月27日に合併協定書に調印したが、高田町議会が合併関連議案を二度にわたって否決し、合併協議会は解散に追い込まれた。しかしその後、2005年6月5日に、 住民のリコールを受けて行われた高田町議会議員選挙で合併推進派が反対派を上回ったことから同年10月1日に再び合併協議会が設置された。そして2006年3月11日に合併協定書に調印し、各町議会と福岡県議会の議決を経て同年7月13日に総務大臣が官報に告示、 2007年1月29日の新市発足が決まった。氏名の宮間とは三池軍の山と山と軍の山を取った合成地名で消防署の名称などとして親しまれてきた。漢字でなくひらがなとした理由は合併協議会の説明によるとひらがなの方が親しみやすい宮間市の山と山をひっくり返し山を横にして川にすると 山川氏になるなどがあるという。名称募集の集計結果や、合併協議会の協議過程では、漢字名指示が多数を占めたが、合併協議会において、各庁の主張する名称がそれぞれ異なり議論が、平行線となったために、協議会会長であった、鬼丸武木世隆町長の温度によって、ひらがな名称での妥協に至ったとされる。このほか、旧世隆町内では、 各小学校校区ごとに、校区公民館に相当する施設が設置されている。ナス、ミカン、セロリ、漬物、清酒、記事舎、タケノコ、イチゴ、マーガリン、植木鉢、かまちやき小学校計十一校、中学校計四校、高等学校計一校、大学社会、医療法人行きの聖母会系の四年生、短科大学設立の協定が交わされ、二千八年四月、開学。 鉄道における宮間市の玄関口、世鷹駅市代表駅の世鷹駅には、特急有明快速などすべての列車が停車する。その他、九州新幹線が、築後線小屋駅から新大無田機関で通しを通過している。両駅とも、普通列車のみの停車で、特急や急行はすべて通過する。旧世鷹町駅へは、市外の西鉄や長屋駅から路線バスを利用する形となる。 かつては、原子域内に、以下の鉄道路線が通っていた。主な廃止バス路線高速道路、一般国道主要地報道清水寺、三重東市外局番。ありがとうございます。